内戦の激化でトルコ国境にシリア難民が殺到ヨーロッパとイスラム世界をつなぎ中東問題の鍵を握るトルコに期待される役割とはシリアの内戦の激化により UNHCR= 国連難民高等弁務官事務所によりますと現在430万人以上のシリア国民が国外に脱出しています とりわけシリアの隣国トルコには250万人の難民が来ていてさらに1週間ほど前からロシア軍の空爆支援を受けたシリアのアサド政府軍が北部で攻勢を強めていて新たに数万人の避難民がトルコ国境に押し寄せていますすでに多くの難民を受け入れているトルコは限界に達したとして国境を閉鎖 多くの避難民が立ち往生していてトルコの副首相は8日の会見で近く起こりうる最悪のシナリオは100万人近い避難民がトルコ国境に来ることと述べさらに難民が増える懸念を示しましたそんな中トルコの首都アンカラでは同じく多くの難民を抱えるドイツのメルケル首相とトルコのダウトール首相が会談し難民問題を協議 会談ではヨーロッパへの移民を抑制するため密航業者の取り締まりを強化することで一致しました一方でトルコ政府は人道支援としてシリア領内に1万人規模の難民キャンプを作り食事の提供などを始めています今夜はイスラム世界とヨーロッパの狭間に位置し中東情勢の鍵を握るとも言われるトルコに焦点を当て今トルコに期待される役割とは何なのか専門家の方に伺います では、えー、今夜のゲスト早速ご紹介しましょう同志社大学教授の内藤正則さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします内藤さんにはデイリーニュースセッションですとかメインセッションでも、えー、おなじみでお世話になっているんですけれども改めてご紹介したいと思います、はいえー、内藤正則さんは1956年東京生まれご専門は多文化共生論現代イスラム地域研究新刊トルコ中東情勢の鍵を握る国を主英社から出版したばかりですはい 内藤さんはそのん研究の出発点として、はい、どうしてこの中東情勢に注目をした研究を始めたんですか私、最初はあのシリアに留学してるんですね、はい、最初シリア、ええ、あの大学院の時なんですけど、まあ、その当時はその乾燥地、砂漠化の問題。 っていうのを研究するためにシリアに2年間滞在しました。環境問題として。はい。で、ただですね、やっぱり書いた論文が元で、あの当時は今の大統領のバッシャールアサドの父親の代なんですけど。はい。 やはり非常に厳しいあの恐怖の統治というのをしていた大統領で、えー、あのやはりその書いた論文が元でです、ね、まあ、二度と来るなと、はい、ういうふうに脅迫されましたんで、シリアの研究を断念せざるを得なかったという経緯があるんで,す、ね、んでその後それは論文の内容が政府の。いやそれほどのもんではな,んゃないんですけど、えー、ただ、一つ一つ、例えば村を訪ねて、水をどうやって使っていますかというようなことを、はい、あの調べるのは、やっぱりそのかなりスパイだというふうに見なされた でしょうねそれより私が住んでる頃にですねやっぱり1982年のことですけれども、今ほどひどくはないんですが、それでもあの当時、あのイスラムの組織、ムスリム同胞団っていうのがありまして、でそこがそのテロを起こして、まあ、反政府運動を起こして、ですねでそれに対して政府が大変苛烈な弾圧をして、ハマという第4の都市があるんですが、そのハマを包囲して、 あの住民をを虐殺すするるとといいうことをやっているんで,す、はい、でその後、アムネスティ・インターナショナルなどがその犠牲者の数を調べようにも全くわからないで、どういうふうにしてその消してしまうかということについては、ある意味ひどく洗練されてはいるんですけれども、政権に逆らわない限りは何も起きません、しかし一度政権に逆らうと、ですね非常に冷酷なあの形で、あの国民といえどもですね、 あの殺してしまうという性格を持っていたことは、当時よく分かりました、はい、でそのためにです、ね、実はそのいわゆるそのアラブの春と呼ばれたアラブ諸国の民主化運動、これが2011年に始まったときに、私はシリアには波及しないだろうと思ったんです、えー、それだけシリアのその記憶があるわけですよね。はい でしかしながらやはり波及してしまった、で最初は平和的な反政府運動だったんですが、やはり政府側は極めてあの厳しく、激しく弾圧をして、拷問して、裁判も何もありませんから、ああいう国の場合、でそれで住民たちの反発が強まるにつれて、泥沼化の一途をたどっていったであの当初はその。 反政府側にいろんな勢力があのできてくるんですけれども、はい、今度はあの政府側をあの支援する形で、今のニュースにもありました、はい、ロシア軍はあの公然とそのシリア内戦に今介入して、アサド政権軍を支持しておりますし、えー、他にもイランと、それからイランがあの支援をいたします、そのレバノンにいる同じシーア派の あのイスラム組織ですがヒズブラという、うん、まあ日本ではヒズボラと呼ばれていますが<ー>そういう勢力も中に入ってきて。うん えー、内戦を状態を悪化させててしまっているんですね、はい、で今、私が一番懸念しているのはあのちょうど週末え土曜日からですけれどもシリア第2の都市北にありますアレッポという都市のその近くにいる反政府側を攻撃するためにロシア軍が公然と空爆を開始した<ー>あのメルケル首相もその点指摘していますけれどもこの空爆から逃れた人たちが あのあっという間にですねそのアレッポからもう、えー、トルコの国境は5 0キロ足らずなんですね、はい、でそのトルコ国境に殺到していて、うんうん、土曜日の時点で3万5000人で、さらに3万人があの押し寄せているという、はいえー、そういう状況になっているんです。うん、これは一応、対アイシルということで、はい、あの空爆などの、はい、まあ活動は各国行っているという名目になっているけれども、ロ、えーえー、シアは明らかに対 あのアサド政権に対して反発する勢力の方の力をそいでいこうということをしているわけですよね、はい、なあのロシア政府も、まあ、一応、公にはですねそのテロとの戦いだと、えじゃあ、その,あの欧米の側テロ、テロリストって言ってるのをそのいわゆるそのイスラム国。 のことを指してるんですが、はい、あのアサド政権は当然、自分たちに歯向かってくるのはみ,みんなテロ組織にしちゃうわけで,、えー、で、ロシアはそのテロ組織を叩いてるんで、何が悪いんだという形で、あのしかし、です、ね、アレポって大,大,大きな都市ですから、うん、その街を空爆すればですよ、その反政府勢力の戦闘員だけをあの殺すということはありえないわけで、多くの市民が犠牲になっている。えー さらにもともとロシア軍が入ってくる前はあのもうそうなんですが、シリアのアサド政権軍だけが空軍力を持ってるんです、シリアの中で。はい、つまり、欧米は確かにあのイスラム国に対する攻撃では空爆していますけれども、あのイスラム国がいるところっていうのは、シリアという国の東、北の方なんです、ええ、トルコとの国境に近い。あ、うん、あっちはでですすねあまり大きなな都市がががいんと、うん、ところがその今ロシシアア軍軍リアの政権軍が反政権反府が を叩いている地域というのは、シリアという国、地中海に面していますけれども、その西側、一番ね、実は雨が降るんで、人が住みやすいところなんです、はい、でですす部だとというこ南から首都のダマスカスがあって、はい、ホムス、それから先ほどお話したハマ、はいえー、そして一番北にアレッポという都市が連なるんですが、うん、そっちに IS はあのイスラム国いないんですよ。はい ええ、ですからあの、これはもういろんな国際機関も指摘している通りで、ロシア軍の本当の目的は、アサド政権軍を支援することで、もう一つ大事なのは、その地中海に面したタルトゥースというところにロシア軍は唯一基地を持っているんです、ええ、中東で。行きやすすすいいとととうことででよねね、ええ、それと同時にです、ね、実は そのシリアの基地を失うとロシアは中東に軍事的な拠点がないんです。ということはそのシリアのにあるそのロシア海軍の基地それからもともとはシリア空軍の基地ですけれどもラタキアというところの空軍基地今実際使っているのはロシア空軍ですのでこの2つの基地を失うと完全にロシアの中東でのプレ,プレゼンスというものが低下してしまう,かしまうだから絶対に手放さないんです。んでそんなあって そのロシアが介入してしまったことで内戦の状況、一段と悪化してしまう、ですから、はい、実はイスラム国がいる話、これももちろん大問題なんですが、その話とは別なんですね、えー、ある意味、イスラム国とアサド政権は利害が一致しちゃうんです、という非常に奇妙なことが起きているんで、えー、で例えば日本なんかでも、後で今日話題になると思いますが、その難民がたくさん出てるという話、えー、その難民はイスラム国を恐れて出た人もいますが、それよりはるかに多い難民たちはアサド政権 政権の攻撃特にアサド政権の空軍はドラム缶の中にです、ね、ありとあらゆるその鉄の玉田のコンクリートなどを入れて爆薬を詰め込んで落とすというタル爆弾という非常に汚い武器なんですが、うん、これを1万発近く国民の頭上に落としているんですね、今まで。でそのために 逃れている難民の人たちが非常に多いんです攻撃がも,もともと無差別で、そ,でそれに対してサポートしているロシアの攻撃も、これまた無差別であるということですよね。ええ、そういうことになってしまっと、今、うん、となってもう私、別にアメリカにせよ、どこにせよ、軍事力の行使には賛成しませんけれども、ええ、アメリカをはじめとしてあのあの、欧米諸国の側は一応ターゲット絞っているので、回数も限定的で。ええ、でそれやそれなりにその、一般の市民に対するです、ね、誤爆も避けようとはして,してるんですよとか。ロシア軍避けようとしていいる気配が全くない、うん そのためにこの難民の殺到となって。 しまったということです、はい、これはあのこういった状況になると、ロシアがあらかじめこういった難民を殺到させるためにやってるのかと思いたくなるぐらい、非常に難民状況が悪化していますよね、はい、これはどう考えればいいでしょうかえあの、まあ、ロシアとしてはおそらく、ですねあの10月にあのトルコにロシア空軍機が撃墜されましたよね、そのことに対する怒りが収まらないもんですから、シリアの北部、まあ、ここであのロシア軍が攻撃を強めれば、難民たちはトルコとの国 に殺到することは最初から分からっていた、うん、でしかも、アレッポの北にはです、ね、トルクメン人といって、民族的にはトルコ系の人たちが住んでいるんですね、はい、でこの人たちに対しても攻撃を強めているで、これはもうトルコに対する一種の嫌がらせというのもあるんですね、はい、ただ、対するトルコ、先ほどのニュース、非常に実は重要な一文が入ってるんです、はい、シリア領内に難民キャンプを作っているとて出てましたよね。はいはい でこれシリア領内にトルコの NGO などが難民キャンプを作ってるんですよ。よ これ、大変なことで、シリアがそんなことを認めてないわけですね。ということは、シリア政府側から見ると、これは一種の侵略行為に見えるわけですね。<ー>内,政内政干渉してる。内政干渉してる。ところが、トルコ側はもう、堪忍袋のほうが切れてるわけで、うん、いい加減にしてくれと、もう250万もの難民をシリアから受け入れて、うん、でさらにまた今、ロシア軍の攻撃で難民が出ている、その状況に対して国際社会は、なぜこれを放置するんだという、うんうん、もうほとんど切れかかってるわけで、うんうん、でそのためにもちろん入れられるんですけど、あえてトルコ側に 入れないでシリア領内の側に難民キャンプを作ってしまう,うもしもですよ、そこをシリア空軍なりロシア軍が襲えば、これは戦争になります。うそういう非常に切羽詰まった状況に至った。だから週末、あの,あの昨日、おとといでしたっけ、あの急遽メルケル首相、はい、ドイツのメルケル首相がトルコを訪問して、はい、ダウトールあの首相と懇談していますけれども、はい、えこれは、 土台無理なんですよあのの難民のドイツはです、ねまあとで話に出てくると思いますが、はい、トルコに対して難民出すなと言ってるんです難民出すなっていうのはトルコからギリシャに渡って、うん、そこから陸路ずーっとドイツまで行くわけですよね、えーうん、それが問題になってるんで出さないでくれと言ってるしかしトルコ政府はですね出すなと言うんだったらじゃあ入れるなということかと。うんはい、ところがメルケルケ首相いいや今殺到している 人たちを入れててててやっっっくれって言ってるでしょ、えー、入れるのは入れろと言って出すのは出すなっ、うんだていのはそりゃないだろうっていうのがトルコ側の立場なんですね、うんうん、ですからついにそのボーダーとか国境を閉めてしまっているとでしかし、そこで繰り返される人道の悲劇というのはもう本当に限界です、はい、あの現在、シリア、トルコの国境地帯夜半の気温というのはマイナス2度からマイナス3度ですからそういうところでですよ ただのテントの中にいられればまだいいですが、えー、外で野ざらしになってしまっている人たちをです、ね、一体どうするつもりなのか、えー、もう本当にそのあの内戦の何とかしない限りです、ね、難民問題というのは決決しして解決しようがないんですん、はい、目の前で弱っていくその人たちに対してトルコは当然その手を差し伸べないわけではないがしかし根を上げているような状況もありということで、えー、今の,そのキャンプの状況は、まあ、一触即発の状況にもあるしいつも通りです、がカイするかもわからない,い,い状況ですよね。はいはい で対してロシアはそうやってその難民がヨーロッパに流れていくことによって、ええ、例えばウクライナ問題とかの問題に対して、はい、まあちょっとかまけていられないという状況を見うるわけですから作りたいわけでしょうね、ロシアに関しても完全に、まあえー、あのシリアのアサド政権と利害が一致しているということになるわけです、はい、一方でじゃあヨーロッパの側が利害が一致できるのかというとここが難しいわけですよね足並みがばらついている。はい あのトルコ政府、去年の夏ぐらい、夏から秋にかけてですけれども、もうすでに200万人以上の難民が国内にいると、ヨーロッパ、e、EU がですね28か国、束になっても100万人の難民を処理できない、一体何やってるんだって言って、かなりあの強く批判をしてきたんですね、うん、でトルコとしては、それはもちろんその国境管理はしようとはしますけれども、長いそのゲ海の海岸にですね、 至るこにその沿岸警備隊を配備するってことできないので,、うん、で、しかもその密航業者たちというのはまあよよ、まあ、夜、夜陰に紛れてです、ね、ゴムボートでその難民たちを外に出してしまう、えー、で実はこの時期、冬というのは、営業界はものすごく荒れるんです、はい、あの夏は静かですけれども、えー、冬は強い南風が吹いて、あの嵐になるんですね。その嵐の嵐中を今 まさに昨日もも24人亡くなったという報道がありましたけれども、まだゴムボートに乗ってヨーロッパを目指している、まあ、ギリシャを目指している人たちがいる命が,けで命がけです、本当に死の後悔なんです、はい、これは。うん、あの去年、の下半期だけでですねあの亡くなった方、3700人を超えるというふうにも言われていますが、実はもう国連の難民高等弁務官事務所もですね数えられないんです、もうどれだけの難民の人たちが出ようとして命を失ったのかということは。で先ほど 430万人以上のっていうのがありましたけど、あれは国境を越えて入った人たちの、トルコとかレバノン、ヨルダンなどに入った人の数で、うん、国内で右往左往している人たちの数、700万人を超えていると、南部高等弁務官事務所では言っています国内避難と言われるでよ、ね、国内避難ですね。はいうん